ベルナルド・ベルトルッチはイタリアの映画監督。日本語では寛用的にベルトリッチと表記される場合もある。1941年3月16日にパルマで生まれる。父は詩人、作家のアッティリオ・ベルトルッチ。母は教師。弟のジュゼッペ・ベルトルッチは詩人、映画監督。暗殺のオペラ、ルナなどのプロデューサーのジョバンニ・ベルトルッチはいとこ。父の影響を受け、 15歳で、詩や小説の執筆をはじめ、いくつかの文学賞を受賞する。ローマ大学在学中の1961年には、ピエル・パオロ・パゾリーニ監督のデビュー作、アッカ・トーネの助監督を務めた。翌1962年に、ローマ大学を中退すると、パゾリーニの原案をもとにした長編、殺しを発表し、映画監督としてデビュー。 1964年に発表した2作目、革命前夜はコミュニストであることを公言する22歳の青年を主人公にしたベルトルッツの自伝的作品と言われている。同作は第17回カンヌ国際映画祭では批評家週刊部門に出品され新評論歌唱を受賞した。1970年イタリアにおけるファシズムの台頭と崩壊を描いた。 暗殺の森を発表。全米が批非評価協会賞監督賞受賞やアカデミー客職賞ノミネートなど世界から高く評価された。1972年、マーロン・ブランドとマリア・シュナイダーを起用して制作したラスト単語インパリを発表。ポルノか芸術家の二項対立の論議を生み出したが第46回アカデミー賞では監督賞にノミネートされた。 1976年に発表した1900年はロバート・デ・ニーロとジェラールド・パルディを起用し20世紀前半のイタリア現代史を総括した5時間16分の大作であった。1987年、身長最後の皇帝である愛深刻な不ギの生涯を描いたラストエンペラーを発表。第60回アカデミー賞作品賞、監督賞など多数の賞を受賞し、 世界的な成功を収めた。その後発表したシェルタリングスカイ、リートル・ブッダと共に東洋三部作として知られる。2003年のドリーマーズ以降、長らく闘病生活を送っていたが、2012年に孤独な天使たちで9年ぶりに復帰。闘病中の2011年には第64回カンヌ国際映画祭で名誉、パルムドールを受賞している。2013年、 第70回ベネツィア国際映画祭で自身二度目となる審査委員長を務めた。2018年11月26日、ガンのためローマ市内の自宅で死去。77歳を打つ。第91回アカデミー賞の成居した映画人に哀悼を捧げるインメモリアムのコーナーで追悼された。ありがとうございます。